というわけで、うん、今日初めて撮影に参加させていただいて、うん、どうだったなんちゃん。いやー、5本ぐらい撮りましたか。そうだね、今日5本撮ったね。撮って、で多分2本がボツになって、ボツになって、ね、もうこの時点でね、これで7本ぐらい撮ったもんね。そうですね、もうこれでボツになってって感じなんで。初めての YouTube 撮影どうだった。いやー、これ、まあ、そうです、 YouTube 撮影っていうクオリティなのかどうかっていうのはさっき大きいなんですけど、 YouTuber でやっぱ大変なんだなって思いましたね。あー、なるほどね。はい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 、大変だよね。そう、いや、 やっぱり、うん、そのまあ、普段見てる側として、うんうんうん、撮影の大変さとかっていうのはなんとなくわかるじゃないですか、うん、見てるから。あ、まあ、この人撮影凝ってるなとか、うん、編集が凝ってるなとか、うんうん、凝ってるが大変そうなんだろうなとかってわかるんですけど、うん、その撮ってる人の動画がどれだけボツになってるかっていうのは、あ、撮ってる側のね、そう、わかんないですよね、正直。そうだよね、まあ、たまに、うん、あのボツ動画集みたいなので上げてる人がいると思うんですけど、 NG 集みたいな、そうそう、うんうんうん、けどやっぱその1本動画に対してどんだけボツがあるのかっていうのがちょっと身に染みたというか。ああ、正直そこまで大した動画撮ってないじゃないですか、今日もそんなレポートから。特権なのね。そうそう、だから特権なんで、うんうん、だから大変なんだなって改めて思いましたよね。結構思ってた自分のイメージよりも全然言えなかったりとか、うん、全然言えなかった。だからやっぱりもっとちゃんと準備してこないとダメだなと思いました。あ、やっぱある程度言うこととかを決めてその場のノリで言うのが良くないな。あ、なんとなくぶつけ本番でゴンっていくんじゃなくて、そうそうそう、やっぱりさっきもミッキーさんに話聞きましたけど、うんうん、そのマチさんが結構準備してやってるとかっていうのも、うんうん、やっぱだからあんだけスムーズに動画撮れるんだなっていうのは思いましたし、そうね、やっぱちょっとそうですね、準備が足んなかったなっていうのが今回反省点ですよね。慣れてくるとね、結構頭の中にパッと出てきて、そうそうそう、サクサクっと箇条書きぐらいでパッと話せたりすることもあると思うけど、だから頭の中は整理されてるんですけど、うんうん、それが言葉に出すと全然整理されて支離滅裂になってて、まあ、さっきちょっと動画確認しましたけど、うんうんうん、しかもめっちゃ早口だしね。あ、まあでも聞き取れる早口だと思う。早口だし滑舌悪いしのダブルパンチ、まあもっと上手くなる。まあそうですね、ちょっとこれから東京 MK2 がどうなっていくかっていうのは、ね、まあかかってる。まあでも全然大丈夫ですね、上手くなっていこう、ちょっと。そうですね、あとは今後どうするかって話ですね。まあ坂道は、まあ、MK2 チャンネル自体が多分アイドルを応援するっていう感じなんで、そうだね、うんうん、まあ東京はこの坂道をメインで、坂道メインで、そう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 、ために、まあ、さっきも言いましたけど、うん、まあ、別の動画で言いましたけど、うん、まあ、それをミッキーさんの推しメン計画みたいな。推しメン計画。おー、楽しみだな。やっぱある程度こう、はい、ミッキーさんの知識をつけていただいて、うんうんうん、まあ、この会話のラリーを続くようにしたいなって。ね、はい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 。だからそうですね。あと逆にミッキーさんがやりたいこととかってあるんですか？俺は今このアイドル縛りだからミッキーさんあんまり坂道詳しくないから動画にできることは少ないじゃないですか、うんうんうん、逆にその坂道、まあ、アイドルとかを関係なくって考えたら何かやりたいことがあるんですか？できるのやつだとさ、はいはい、踊ってみたとかさ、あーですよね、踊ってやりたいし、あ、歌ってみたも継続的にやるし、あ、そうですね、歌ってみた、そう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 、あれ歌ってみたって、うん、どうやって今あれマチさんとやってるじゃないですか。やってるやってる。あれ撮ってデータ送ってるんですか。あれはね、はい、ねこっちで撮っ、あ、マチさんが撮って、はい、で俺も撮ってみたいな。で合算したして。ああ、えそれ何で撮ってるんですか、ミッキーさんは。パソコンで撮ってるね。あ、まさか、ああ、そうだ。エイブルトンライブ。ああ、なるほどなるほど。エイブルトンライブ撮って、でそれを送って。そう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 、データのやり取りして。あ、そうなんですね。合体出して。あ、そうそうそう。そうですね。だから歌ってみた、踊ってみた。でもそれもアイドルじゃないですか。そうだね。そのアイドル全く関係ないところで言うと何かあるんですか。別に特にないんですか。今はないね。前は、うん、あの、なんだっけ、大食いとかやってた。あ、ありましたね。そうだ、大食い。懐かしいな。大食いとか。ペヤングとか、二郎系もあるな。そうだ、ありましたね。あれね、あったね。難しいですよね。だその雑談するにしても、テーマがないというか、あんまり。ああ、はい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 。あとはあれじゃない、あの知らないとこに行ってみたとかさ。あ、そうですね、そのロケ系は、ね、ロケ系、まあ、何本も撮れそうですけど、撮れそう、確かにそうですね、旅行系ね、難しそうですね、そういうのもやってみたいけどね。うん、確かに、そうなんです、ね、まあとりあえずは坂道、うん、坂道、そうですね、毎週集まれるなら集まれる、集まる、こうやってトークで、そうですね、やってくって、でミッキーさんも徐々に知識をつけてつけていってって感じですかね。そう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 、
あれいいじゃないか。趣味はなんかですか、休みの日とかないしてるんですか。休みの日はね、まあ、でもずっと歩くの好きだからずっと歩いてる。ああ、運動、うん、そう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 。運動は結構してます。運動してる。ああ。何キロも、結構10キロぐらい歩いちゃう人。あ、本当ですか。うん、でも家の周りとか。ああ、じゃない、もう公園とか。ああ。東京とかもさ、ずっと渋、例えば家からずっと渋谷まで歩いたり。あ、本当ですか。そう。そうなんだ。こともする時ある。なかなか動画にしてないですか。まあね、まあね。だ本当だから雑談するっつってもそのテーマがね、うん、ないですもんね。別になんか。でもとりあえず坂道で大丈夫なんじゃないかな。坂道ネタでありなんですかね、うん。あ、そうですね。坂道。だからその雑談するってもやっぱ坂道だと準備しないとなっていう感じです、ね。まあやってこう。そうそう。やってこう。結構やっぱ、うん、あの新潟メンバーのやるとさらっとやってるじゃないですか。あ、そうだね。そうそう、すごいなと思って。マスさんはちゃんとマスさんがいるからね、しっかり。そうそうそう。あ、けど別になんかマスさんが東京にいる時でもあのサッシーさんとかケンさんとかなんか2人で夜歩いてるのでも、ね、結構全然すごいなんか さらっとすごい雑談してて。あ、昔からね。そうそうそう、はい、やっぱそういうあれなんですかね、やっぱどっかあの散歩しながらいろんな場所もあったりとかってと話が続いたりとか。まあでも初日だし初対面だし、まあと多分あのなんちゃんが求めるレベルが結構あるんだと思うよ、自分の中でこれぐらい達成したいとかこれぐらい作りたいって。それもいい表れだけど、ね、だって全然できてないですもん。これからだから、これからちょっとずつ上手くなっていけばいいか。いや、ひどいもんでしたよ、チェックしたら本当にね。でも編集したらなんとかなるもんよ。はい、マチさんお願いしますってことで、はい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょうね。っていう感じですかね。だから本当に、はい、あと今後の、まあ、1週間に1回ぐらい集まってできたらいいですね。うん、次は乃木坂のライブとか行ったりする。ああ、ライブチケット取れてないんで、だから行くとしたら会場、そうだ、会場行こうとかって感じですね。そうそうそう。そうですね。予定合わせて行こう。行けたら行きましょう。8月の終わりだったよね。あ、そう、8月の終わりですね。あの神宮。あとそれまでの動画はどうする？なんか多分それまでも多分写真集の予定が何個か多分あると思うので、うんうんうん、あとそう、桜坂のアルバムもありますし、ね、はい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 、その曲も多分そのうちアップロードされ、あの解禁されるでしょうから、リード曲とかが、うんうん、そういう動画とかですね。で、あとは写真集のパネル展録みたいな、今日だけ没にしちゃった歌詞に関する動画があるんですけど、ああ、歌詞がない。なくて、はいはいはい。それも、そのアイデアが何個かあるんですよ。ただそれも全然、今日やってみて分かったんですけど、全然言葉に出すとうまく喋れないんで、でも準備しないといけないんで、だそういうのが準備できたら、こうやってまた集まって動画にしてって感じ。あ、そうしよう、そうしていこう。だとりあえず、そのミッキーさんのおしめ計画は早急に。ああ、早急ね。やろうね。本当は今日できたらよかったんですけどね、まあ、ちょっとまた準備して、うん、次はその時にはもうやりますか。 OK、 はい、という感じで、はい、それもちょっとお楽しみにしていただいて、はい、って感じですかね。やりましょう。はい、なんでこれからよろしくお願いします。お願いします、はい、皆さんもよろしくお願いします、はい、お願いします。これやってほしい企画とかあったらぜひコメント欄で。そうですね、もしあれば、はい、お願いします。はい、というわけで、はい、今日の撮影はこれで以上でって感じで。そうですね、まあ長々してね、お昼から集まってね、うんうんうん、って感じですけど、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。これからよろしくお願いします。はい、お願いします。